Nishikan Eigo. いじめられっ子だった。中学校でも友達はできなかった。いつも一人でウルトラマンとか仮面ライダーとかのヒーローごっこして遊んでた。大人になったらそんなヒーローになりたいって思ってた。高校に入って将来を考えなきゃいけなくなった時、友達が欲しくてバンドに入りたくて ドラの練習した。そんな時暴走族に憧れた。でも族に入る勇気はなくて、バイトをしてバイクを買ってカスタムした。たった一人の暴走族ウルトラと名付けた。 そしてダラダラと二十歳の誕生日が来た。ヒーローになんかなれないんだということが分かってきた。夜が明けるのが怖くて太陽とは逆の方向へ向かった。行く先も分からぬまま、もうすぐガソリンも切れる、金もない。ああ腹減った。
おう。おざす。君は暴走族なの？あ、いや、暴走族じゃないんです。憧れてるだけで。ふん。こんなの。はい。そんなの。東京？はい、練馬区っす。おう、食いな。いただきます。うまいか？うまっ。新米だからな。それがこの町の自慢。ここどこですか？Nishikan。 お、Nishikan？ うん。それ食ったら帰りな。車庫にバイクがあるから。あの、何か俺にできることないですか？あ？お、あ、いや。俺っていうか、帰ってもやることねえし、やりたいこともねえし。こんな田舎に若い連中がやることなんかねえよ。おお、あ、いや、別にやりたいこともないね。そう、手伝いたいか。お、手伝いたいね。お、よし。じゃあ、ちょっと食うか。よし。お前のおってなんだ。癖なんすよ。グリグリ青空には小鳥がうさぎ、グリグリ丘の上にはなら緑が燃える。こっちこっち。おお、カカシじゃねえか。どうしたんだよ。あ、カカシって呼ばれてんすか？これもそう呼んでいいすか？カカシおじさん、カカおじ。好きにしろ。おめさん、若いもん欲しがってたろ。こいつ使っていいぞ。暴走族の総長、こき使い。あ、何でもいます。なんだなんだ、いきなり暴走族の総長。んーじゃ、鳥の巣みてえな頭だな。あ、まあいいやいいや、よくわかんないけどさ。あ、じゃあいいや、こっちじゃ手伝ってきてくれ。うん、はい、よし。ここで二台子の手伝いやってもらうから。うっ、ね、まずね、この平に置いてあるパレードも、あのパレードに置いてもらっていいや。そうだね。でね、この秋の新種なんだな。ここに置いてほしいんだな。上の列はね、今度3番出口だし、大吟醸は俺奥の右側の左。割れ抜いてやって、努力頼むよ。はい。おい、本庄はそっちじゃねえよ。裏の2番だよ。助かったよ。また来てくれよ。あ、これうちの甘酒だよ。お前飲んだけ飲んだけ、まあ、ついでやれよ。よしよし、ほら飲め。あざっす。俺甘酒初めてっす。アルコール入ってねえ。この甘酒はうまいぞ。俺はワイン派だけどな。
ワインって買うじゃないでしょ。ワイン、おはようございます。お区役所。失礼します。あお前、若いもんが少なくてお前困ってるって食べ。いいとこ来たよ。あ、生きのいいのがいるぞ。は、総長だ総長。あ、普通暴走族は生きがいいんじゃなくて生きがってるって言うんであって。今朝海で釣ったんだよ。かかりそうですもんね。君は生きがいいのか。そうか、ここには君の未来があるぞ。何怖えんすけど、何が怖えんすけど。すみません、彩香さんの進路のことでお電話しました。はい、そうですね、彩香さんはおとなしいというか大人っぽいというか、必要以上に友達を作らないで少し孤立しています。前の高校のことを引きずってるんでしょうか。でも成績もいいですし、進学したらと思うんですが、本人にその気がないようで、手に職をつけて一人で暮らしたいと言っていまして。一度お父さんとお話ししたらと言ってみたんですが、どうもまだ話してないようでして、お父さんとかご実家の話になるとどうもダメで、やっぱりまだ前の高校のいじめの件が。わかりました。今ちょうど借り入れも終わって落ち着いてると思いますので、一度兄に電話してみます。ご迷惑をおかけします。Nishikan 区役所からのお知らせです。ただいまアフロヘアーの生きのいい総長が皆様のお手伝いをしたがっています。見かけたらぜひお手伝いをさせてあげてください。いいから早く。こっちこっち。おさっちゃん来たよ。若いの連れてきたんだ。ありがとうございます。連れてください。お前の箸か。掃除中。入るって。掃除してるでしょ。掃除はしてるでしょ。入るって言ってるでしょ。入るって言ってる。遅いなお前。総長ありがとうね。とんでもないっす。すげえいい温泉でした。この温泉はね、傷ついた狩りが傷を癒したっていう伝説があるのよ。狩りは渡り鳥でしょ、また帰ってくるでしょ。総長もまたおいでね、待ってるよ。あざす。いけ、はい、トンコトントントンコトントン。まだまだこれからな、俺の弟子になって覚える時間だかねえんだか。お頑張れ頑張れ。はい。
これは油、これは油をこう塗って、油ついてるからこれを塗って、入れる、はい、はい、そう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 、決める、おお、こぼれてる、うるさいな、何してんだよ、それで、うるさい、今やってるんだよ、早く。こっちこっちこっち、そうそう、そういうことは裏を焼けるようにごまんだ、よし、次行くぞ、よし、立て立て、そうだ、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、うん、ねえ、まあ、お前落ち込んだ、でもありがとうね、これ持って食べる、おい、よかったな、じゃあね、おい、こっちだ、こっち、おい、来たよ、来たよ、ようこそ岩村屋に総長、お待ちしておりました、これが噂の総長どうぞこっちへ、何でもやるから、じゃあちょっとこれをさ、あっち持ってってもらえる、よし、お願い、おい、うわあ、お前何やってんだよ、俺、本当に、おい、ありがとう、これもしかもいい格好、バカ、ああ、バカ、うまいだ、うまいすごい、社長、お疲れ様、ありがとうね、おい、お疲れ様、欲しい、俺使えないっすね鼻から期待なんかしてねえよ、新規くせえのに食わせる場所はねえぞ、おかえり、お、俺は何やってもいまいちだな、かっけー、お、お、マイク、すげえかっけー、ヒーローみたい、わ、だろ、これは俺が作ったウルトラカスタムだ、おい、飯食うぞ、お、おい今日は鮭だ、イエーイ、私ですか、はい、私ね、新潟の奥のね、田舎出身なの、新潟ってトンネル抜けて雪だらけの新潟、そう、寒いとこ、結構食べ物はうまいんでしょ、とっても美味しい特に何がいいの、お米かな、新米でね、うん、もうね、そこがね、田んぼとね、海しかないの、超田舎なんだ、家もね、超貧乏なでね、結構勉強頑張ってたら新潟の進学校に受かっちゃって、すごいね、すげえな、そう最初は素直に喜んだけど楽しかったし、まあ進学校とかね、ありがちなんですけど、ちょっといじめられてたっていうか、じゃあ聞いてます、うーん、いじめはいかんね、うちガチの農家なんですけど、ガチお米食べられなくなっちゃって、ウケません、ガチなんなの、無理だわ、ちょっと無理、本当に今日しんとね、まずさ、眠いしね、授業ね、今日寝てたよ、マジで
私も寝てたよ。やってないよね。ていうか次なんだっけ授業。次？次？数学？マジか。辛いわ。SMG 中。マジか。から1年間学校行けなくなっちゃって、結局東京の親戚のところに逃げてきちゃったんですけど、転校して。だから今高校3年生なんですけど19歳なんですよ。じゃあ飲めないわけ。そう、だからお酒飲めないの。ごめんなさい。代わりに飲みなさい。いっぱい飲んでね。はい、あーありがとうありがとう。はい、飲もう。こじらせた夏風。お疲れ様です。弱った体と心が して。おおおおおもう一回もう一回もう一回撮って。おい何やってあおいお前何やってんだよ。お前勝手にそのチャリンコ俺も使ってんだぞ。っていうかお前息子に何仕込んでんだよ。暴走族にするつもりか。やめてくれよ。すいません。かかあに死なれて娘も出ていっちまって、娘だけじゃなくこいつまでここを出ていっちまったら、頼むよ余計なことすんな。お前もう帰れよ。よそもんが。おい、飯の支度するぞ。はい。早く来い。そんなつもり。すいません。お前も勝手に携帯いじってんじゃねえぞ。今朝は。ご飯を食べてね。お父さんからのメールを読むこと。ふみえ。だからお米は食べたくないんだって。
新米取れたから送った。本当は進学したいということをおばさんから聞いた。お金のことは心配すんな。自分のやりたいことをやれ。視界に戻ってきたら俺の頭をアフロヘアにして。こんな感じ。つか誰だよこのアフロ。どこに帰れって言うんだよ。結局俺の居場所なんかどこにもないんだな。ヒーロー
ローになんかなれないな。でもありがとうって言われるの嬉しいな。なんかあったのか？お姉ちゃん！うん？うん？あのね、しめめかったて。父ちゃん、濃いめでよかったよね。おい、散らかしてんじゃねえよ。さっさと片付けろ。さっさと。東京でね、いろいろ考えたんだ。美容師の見習いみたいなことやったりして。西館から逃げたでしょ、私。だからもう西館には戻れないなって思ってて。何でもいいから手に職つけて早く独り立ちしたかったし、もういろいろ嫌になっちゃってさ、死んじゃおうかななんて思った時もあった。もう居場所なんてないななんて思ったんだよね。私さ、
やっぱり大学行きたいななんて思ってて。もっと勉強したら何か見つかるんじゃないかって思って。でもいろいろお金かかるし、ごめんお父ちゃん。いや、俺の方こそ。総長の真ん中すんじゃねえ。見てよ父ちゃん、これにしてって送られてきたんだよ。やばあいつのどこがいいんだが。あ、ところであいつどこ行った。父ちゃん、総長のこと追い出したっちゃじゃんか。え、マジ。え、総長ってアフロのことマジてか見かけて。なんかね、バイクをしてた、めっちゃやばいやつ、すんごい変なのでもね、なんかすっごい暗かったよ。なんか世界の終わりってぐらい真っ暗だったよ。でもさ、アフロでさ、属者でさ、暗いってなんかやばくない？いろいろやばいよね。お父ちゃん、なんかきついこと言ったんでしょう。ね、アフロってどんなやつだった？もちょもちょしてる。ん？もちょもちょ？それ髪の毛じゃない？性格は？こんな風にもちょもちょしてる。ここ何してたの？ん？ここいて何してたの？話してた。話してた？何を？アフロヘアを見てた。アフロヘア見てた？うん、おい、早川、手伝え。はいはい。うまいか。はい。にぎり。誰に？アフロに？どっか行っちゃったよもう。あいつは。今度はどこに行こうかな。ここだと思ったよ。バイクをして腹減ってんだろ。そら、食え。はい。かかぶし。
俺娘さんのこととか知らずに余計なことしてすみません。ああ、娘な、さっき帰ってきた。あの、もしやこの人が？おめえさんのアフロのおかげだ。アフロのおかげ？かわいい。やばい、本物のアフロなんだけど、初めて見た。いや。おお、それな、その顔な、いける、一緒やん。あ、いや、俺、あ、いや、俺、西館の人たちに迷惑ばっかりで、よくしてもらってばっかりで、でも今の俺じゃ何もできなくて、逃げてばっかりで。私も逃げたよ。西館に帰ってこい。そん時はまた名新米食わしてやるよ。アナアナアフロアナアナは、結局東京に残り大学に通うことにした。いろいろ考えたけど、行きたかった東京の大学でもっと学ばなきゃって思った。いつか仕事で西館に恩返ししたいって思う。ちゃんと西館に帰りたい。そうそう、お父ちゃん、隣に誰が座ってると思う？うざったいけどくっついてくるの。同じ大学を受験してまで。受けながらですね。おい、ジミー、秋にまた行くね、新米ために。おい、ジミー、アフロを連れて。